そうですね、だいぶ進んできたところですね。そうですね、木炭で書くだけじゃなくて指でこすったりとかですね、あとなんかそういうのとかいろいろ練り消して、消してハイライトの光の光ってるんですよね、それとか出たりとか、まあ、いろいろなんかその出てるんでいいと思います。はい、今書いてるところを写してますけど、はい、あとですね、こういうなんか模写みたいなところのですね、勉強の一つはルオーの書き方というか、ルオーのその、個性ですね、そういうのを盗み取るっていうことを勉強になるのと同時に、あと、自分でですね、なんかルオーの絵とちょっと違っても構わないんで、自分なりの個性で少し出していくというかですね、そういうのも重要なところなんですね。そのちょっと相反する2つの要素があるんですけど、それをなんか取り入れるっていうことが、まあ、学ぶというかですね、そういうのはすごく重要になってくるんで、ある意味そのルオーの描き方も、ま、学びつつ自分の個性を出していくというかですね、最終的には自分の絵をどんどん描ければいいわけで、今描いてもらっている方は絵を始めてまだこの講座来られてまだ1ヶ月弱なんで、まず模写をやってますけど、最終的には自分の絵を作っていくというのは目的なんで、ルオーの絵をなんか真似るっていうだけじゃなくて自分の絵にしていくというかですね、最終的にはそういうふうに向かっていくのがいいと思うんですよね。はい。